おはようございます。釣り子 TV です。今日はね、このルアー、釣り子整理していたら、超久しぶりにね、懐かしいルアーが出てきたんで、ご紹介したいと思います。ヘドンのマグナムトーピードということで、一番ね、最初にトップウォータープラグで魚を釣り上げたっていうのが、実はこの、マグナムトーピードなんですよね。今でもねたまに使うんですけど、やはりもね、当時使っていたまんまで、まだ高校生ぐらいだったかな。中学の時はね、あのワームとかでいっぱい魚釣るっていうのがね好きでね、そういう感じの釣りばっかやってたんですけども、高校生ぐらいになってちょっとね、話には聞いているけどトップウォーターっていうので魚釣ってみたいなって思って、でまあ小学校ぐらいからそうですね、ザラパピーとかそういったあのペンシルベイトとか、ビデオとかの見よう見まねで投げたりはしていたんですけども、なかなかトップウォーターでブラックバス釣ることができなくって、それであの北浦ですね、北浦に親に連れて行ってもらったことがあって、で高校生の時ですね、それでもってまあ、トップウォーター釣ったことなかったんですけども、このルアーね持っていてボックスに入っていて、色もなんか渋いでしょ、こんな感じのやつなんですけど、今でも覚えてますけど、真夏のすごい暑い日で、でちょっとね水草リリーパッドみたいなのがあるそんなようなエリアだったと思いますけども、こんな感じで動かすのかなってこうね、後ろジュビッジュビッ、この回転がめちゃくちゃいいってわけじゃないんですよね。このちょっと引っかかりがあるっていうかね、あのジャッてね強めにジャークすると、これがねすごいねバブルを守っとって、こういい感じでジュバッジュバッってね、あこういう動きなんだと思って、どうやって使うんだろうなんてね、あれやこれや見ていたら、もうねドバーンとね、こうもう脳みそに傷がつくような、もうねあのトップウォーターのバイトシーンね、ガバーって出てね、もう40近い魚が釣れて、しかもあのヘドンってね渋いとこだろうなと思って、あーで当時はですね、まだそんなビッグベイトとかはなかったので、これ結構ね小さなサイズなんですけど、このサイズでマグナムね、マグナムサイズっていうことで、あーでっかいルアーで魚釣れたしなんて言ってね、すごいね思い出残っているんですけども、なのでこの結構ねシングルスイッシャーのルアーっていうのが、その後もね好きになって、でズイールのですねプランクとかですね、あとダブルスイッシャーとかね、そういったのも好きで、この何にしてもねあんまり難しく考えずにこう引くと勝手にねプロペラが回ってくれてジュベッジュベッってね、動くっていうことで、こういうシングルスイッシャーのプラグなかなかね面白いんで、もしね使ったことない人いたらぜひですね、これ釣れたら面白いんで、今はねでかい羽物全盛の時代ですからね、なかなかこういったのをね、そうですね流行りのメーカーからはあんまりね、でも今沈んで、でシングルスイッシャーがこうチリ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 って動いて、こう水中をこうね合い地引きしてくるようなルアーなんていうのはね結構流行りでいいやつなんかもあったりしますんで、ただねこの昔ながらのずんぐりむっくりボディで、この頭も水を押しつつとかってね、でこのプロペラのバブルと音とで、もう引っ張って待ってるね、こういった釣り非常に面白いんで、もしねまだね使ったことない人なんかがいたら、まあ針なんかもねこうネジで交換とかすぐにできるんで、まあ最新の針とかに変えてもいいかもしれないですし、まあちょっとねボックスを漁っていたら、あーこれまだあったんだと思ってね、思わず紹介したくてカメラを回し出した次第なんですが、というわけで本日の釣り子 TV はですね、こちらのルアーのご紹介っていうことで、ヘドンの往年の往年の名作マグナムトーピードね、これがね釣り子 TV 初めてトップウォーターで釣れたプラグだよなんていうのをねちょっとねご紹介したくて、引っ張り出してきてみました。はい、釣り子 TV でした。